本日も動画をご覧いただきありがとうございます。宇都宮市スータ生態院長の鈴木です。よろしくお願いします。本日の動画なんですけど、梅雨の時期になると、結構そのですね、頭痛だとか、偏頭痛だとか、あとは肩こりだとか、そういうような症状が出てくると思うんですけど、まあ簡易的な、ものではあるんですけど、少しご自身でもできる頭痛のケアなんかを動画で撮らせていただければなと思い、今日動画を撮らせていただきました。じゃあそしたら、どういうふうに頭痛を、緩和改善させていくのかっていうと、この頭蓋骨の骨がたくさんあるんですけど、その中でも長頸骨っていう骨があります。長頸骨っていう骨を少し調節してあげることで、頭痛、偏頭痛、肩こりなどを少し改善できるような手技になりますので、ぜひね、治療科の皆さんももし動画を見ていただいたらね、患者さんにやってあげてほしいし、もしあの素人の患者さんでも、ご自身でやってもらうだけで、改善できるかなと思うので、ぜひ、試してみてください。そしたらやり方なんですけど、長頸骨っていうものがどこにあるかっていうと、ですね、このこめかみの部分ね、こめかみ分かりますね、こめかみのところを中指、人差し指でこう押さえてあげます。こういうふうに押さえてあげます。で、ご自身でこういうふうに軽くですよ、そんなギューッと押さえなくていいですよ。軽く押さえてもらって、今ね、このまま深呼吸してください。吸って吐いて、この時の肺の膨らみ方、息の吸いやすさっていうのを覚えておいてください。じゃあそしたら、この長頸骨ね、今両手で押さえた長頸骨を軽く上に持ち上げますよ。本当にね、5ミリぐらい、ちょっとこうクッと上げるぐらいです。クッと上げるぐらい、ちょっとグッと持ち上げて、で深呼吸しましょう。吸って吐いて、なんとなくさっきより深く吸えるの分かりますか？ちょっとね、この長頸骨の調整、ほんの数ミリ上に持ち上げるだけで呼吸をするのが楽になるんです。で、呼吸量が増えてくれるんですね。そうすると体に入る酸素の量っていうのが増えていきますから、体の筋肉、酸欠の筋肉、肩周りの筋肉、硬くなってる筋肉も酸素が回ってきてほぐれやすくなりますし、酸素量が増えるということは、そんだけ脳にも酸素がいきますので、頭痛だとか偏頭痛が収まっていきます。逆にこの状態で数ミリ下に引っ張ってみてください。で、それで深呼吸します。吸って吐いて、こうすると、呼吸が吸えなくなるんですね。さっきよりも吸いにくいかと思います。なので、少し、ですね、頭痛だとか疲れたなと思った時、まあ、デスクワークをした後でもいいです。そういう時には少し、長頸骨を上に軽く持ち上げてもらって、それで深呼吸をね、3回ぐらい繰り返してもらうと、少し体の疲れもリラックスできるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。本日はこのぐらいで、さよなら。